3番は、「置き去り。」です。この単語の発音にご注意ください。「猿」は「猿」と読みここでは「猿」のマス形「さり」を使います。しかしここでの読み方は「置きざり」となります。「置きざり」は名詞です。残したまま行ってしまうことです。つまり「置きっぱなし」。 放置するという意味です。慣用表現として、置き去りにする、置き去りにされるなどがあります。対象を言うときに助詞をを使います。例えば、あの女の人は子供を置き去りにしてどこかに行った。 8番は、動詞、慌てるです。自動詞です。助詞にと一緒に使います。何々に慌てる。慌てるは突然のことに出会って、普段の落ち着きを失う様子です。例えば、不意の来客に慌てる。また、 慌てて何何するという形でひどく急いで何かをするという意味を表します。例えば雨の中を慌てて帰ってきた。慌てるな。